申し込む。武井咲出産、高弘と夫婦で幸せコメント。とても元気な女の子です。昨年9月にエクサイルのボーカル高弘33と結婚した女優の武井咲24が都内の病院で第一子となる女児を出産したことが12日明らかになった。2人が連名で報道各社に発表した。出産日時などはプライベートなこととして公表していないが、2人はこれからも力を合わせ温かい家庭を築くとパパとママになった幸せをかみしめている。武井が24歳の若いママになった。芸能界屈指の美男美女カップルに待望の第一子が誕生した。昨年9月の結婚発表時に武井が妊娠3ヶ月で今春出産予定であることを公表していた。この日、2人はそれぞれの所属事務所から報道各社にバックスを送り、おかげさまで無事に新しい命を迎えることができましたと第一子の誕生を連名で報告した。赤ちゃんはとても元気な女の子です。性別は公表したが、誕生の日時などは明かさなかった。関係者によれば、母子ともに健康。文面にはこれからも力を合わせ温かい家庭を築きながら、感謝の気持ちを胸により一層精進してまいりますので、どうか見守っていただければ幸いですと、二人の親になった責任感と喜びがあふれた。武井と高弘は2014年1月期のドラマ『戦力外捜査官』で共演したことをきっかけに交際を開始。15年4月に交際が発覚し、9月に結婚を発表した。武井はその後、昨年10月期の日本テレビ系ドラマ『今からあなたを脅迫します』に身をもの体で出演。座りに苦しみながらも最後まで撮影を務め上げ、その後産休に入っていた。今後は体調を見ながら夏以降の復帰を目指す関係者という。